奈良県立梅火高等学校は奈良県柏原市八木町にある公立の高等学校。明治期1896年奈良県人城中学校の分校として創立した。通称、梅高。1896年奈良県人城中学校梅火分校として開校。1899年に独立して奈良県梅火中学校となる。 太平洋戦争後の1948年の学生改革により、新生の高校の奈良県立梅美高等学校となった。教育課程は、全日制課程と定時制課程があり、共に普通科を設置している。全日制の授業は45分間7次元の時間割、年3学期制。1年時は全員共通の課程、2年次で文系と理系に分かれ、 三年時では、文系が、文愛コース、文通コースに、理系が、理愛コース、理通コースに分かれる。なお、旧制中学校時代の授業では、太平洋戦争中に、敵国語とみなされていた英語が、戦争末期1945年の時点でも、週12時間、教えられていた。これは、他校と異なり、勝利のためには、敵の言語を知ることが不可欠と考えていたためである。 旧正中学校時代の教員の質が非常に高かったこともあり、多くの教員が戦後の学生改革時に大学教員として引き抜かれた。現在の高校の入学者選抜は一般選抜のみで、全日制の募集人員は2019年から1、学年9学級約360人に減少した。前年2018年までは1学年10学級約400人だった。 定時制は夜間で修行年限4年制。2015年度の生徒数は4学年合、OK、計で57名だった。2014年度、文部科学省のスーパーグローバルハイスクールに指定された。授業では独自の科目を新設。グローバル国語では元朝日放送でフリーアナウンサーの犬井隆介からインタビューや情報収集の手法について学ぶなど、 各界で活躍する人を講師に招いている。校訓は、姿勢、自然、兼任立候。旧制中学校時代の1906年に制定された。校章は、左右に羽を広げる金子と歌詞の葉をモチーフに図案化したもので、中央に、甲の文字を置いている。なお、耳なし高校との統合後の2005年12月16日、金子と、旧。 耳なし高校の歌詞の交渉と組み合わされたデザインとなった。校歌は1954年11月3日に制定。北見塩子による作詞、平井光三郎による作曲。4番まであり、各番に公明のうねび高校が登場する全日制家庭の制服は、国色学生服、濃紺色ブレザーに赤色のリボン着用。定時制家庭に制服はない。 1983年4月1日、柏原市時和町に奈良県立耳なし高等学校が開校、全日制家庭普通科を設置。校訓は敬愛、立校、創造で、校章は歌詞の6枚用を背景に校の文字。校歌は柏木喜一による作詞、中島秀俊による作曲。歌詞は3番まであり、各番に校名の 耳なし高校が登場する。2004年4月1日、うねび高校への統合のため生徒募集を停止した。ただし経過措置として在校生が卒業するまで学校は存続。2006年4月1日に閉校した。現校者は旧正中学校時代の1933年に完成。日本の建国神話の土地柄にふさわしい建築にするため奈良県は当時として 破格の予算を計上した。テラシ2ナオと岩崎平太郎の設計で、定漢様式を思わせる仏教様式が引用的に採用されている。第二次世界大戦末期の数ヶ月間、校舎が海軍経理学校に対応され、柏原文校が設けられた。その間、授業は万世小学校校舎を借りて続けられた。 当時校舎の東屋には16弁の菊花紋章が掛けられ、屋上には電波探知機、校舎機関砲、防空間施設が設置されていた。校庭外周フェンス等に戦時中の金属教室による爪痕が残る。校舎正面の校章の左上に米空軍の機関銃が当たり、セメントで埋められた跡が数箇所ある。日本建築学会より美的建築物として、 日本近代建築2000に選出されており、2012年4月20日に、校舎本館の北建て、南館、渡り廊下と倉庫が国の登録有形文化財に登録された。奈良県が実施した県立高校校舎の耐震診断で、本館が耐震補強の必要ない A1 と判定されている。耐震回収も適宜施されている。校舎、教室、設備は、 全日制と定時制で共用している。ありがとうございます。